Wow. Hello. 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 This is Naoko. Japanese countryside in Itoshima experience. で、今日は、ケンヤさんにインタビューです。Hello, ケンヤさん。Hello. で、まず自己紹介の方がいいのかな。そうですよね。何をやっている人か。はい。何を言えばいいですか。普段の一応なんていうのか、本業っていうんですか。本業はありますよね、はい、その。建築の見積もり。がお仕事で、で他にこういうお店もしてて、でサーフィンもしていく。おで、糸島の美しい海を守ってる活動もしてます。ビーチクリーンアップとかね。そうそうそう、はい、趣味でね。じゃあ、欧米人が糸島に来てて、で、例えば外国の人が、はい、サーフィンの体験をしたいとか、はい、なんかサーフボード借りたいとか、はい、って言ったときはどこに行けばいいんですか。あの海岸の向かいにある TF サーフボードっていうところが一番いいです、目の前だし、じゃあそこで借りて、はい、もう予約とかした方がいい。した方がいいです。あ、予約する。スクールもしてくれます。してくれます、はい、レッスンも受ける。 TF、はい、サーフボード、はい、うん、じゃあ今度そこにですよね、紹介しましょう、ね、はい。一応そういうニーズもきっとあるんで、はい、うん、それをやりたいな。結構すぐ予約埋まるみたいな。外国の方も多いですね。ここはケンヤさんの趣味ですか。趣味と、うん、ビジネスだよね。ビジネス。ケンヤさんもアメリカに行ったことあります。アメリカはラスベガス。ロスベガス。カジノ。ハワイとかの方が。ハワイもね。ハワイ行ったことないですよね。ハワイ行かなきゃ。珍しいよね。ああ、ナオコさんの、セカンドホームね。私、来週行きます。そういえば、ブランドも。僕は行けないですけど、はい。ハネムーンだもんね。ハネムーンがモンゴルだよ、モンゴル。そうやった、そうやった。この店はいつから始まったんですか。1年半ぐらいですね。どんなきっかけで、あ、これやろうって思ったんですか。いや、まあ、ただこういうのが好きなだけ。メニカーとかが好き。おお。こういうクラシックの商品ですよね。うん、これなんぼで売れるかな。みんなコレクションね、コレクターみたいな人です、うん。値段はついてないんですか。うん。ついてます。どこか。ああ、本当だ。すごいね。なんかこういう引っ張っていくやつで、キャンピングカーで ね、ちょっと旅したいよね。もしかしたらケンヤさんもクラシック車に乗ったことあるんですか、昔でも。大体、ずっとクラシックカーを。クラシック車。乗ってたけど、今はない。いいですね。ケンヤさん、ありがとうございます。See you。すごいね、これ。ね。ありがとうございます。この店の名前は、何て言うんですか。ツインフィッシュ。ツインフィッシュ。この看板ですね。あ、そう。ツインフィッシュ。ツインフィッシュ。どこにもある？はい。イン島。なんか、みんな花火やってるんですよ。いや、これ燃やしてない。あ、そっか。花火の天気じゃないよ。で、これがお住まいですね。犬の名前は、ね、あ、これそうです。ケンヤさん、ありがとうございます。いい。また。またまた。